たとえって。え？いい名前だね。はい、昨日帰っちゃったでしょ。起こしてよ。起こしたけど、ミカ爆睡してたもん。性格ひねくれてるよね。でも本当にはひねくれてないみたいな感じするけどな。愛ってさ、好きな人いるの？え？いないけど。たとえくんへ、こんにちは。はるばる見に行った大学はどうでしたか？早く一緒に東京の街を歩きたいな。みゆきちゃん、大丈夫？また飲む？みゆきちゃん、この前大丈夫だった？たとえくんにもらったガラスペンで手紙を書くことにしました。みゆきって彼氏いるの？よかったらまた遊べないかなって。忙しい？たとえくんは何もしてこないから。へえ、大切にされてるんだね。私、愛ちゃんとキスしたことはたとえくんには話してなくて。でもみゆきは男の人しか好きになれないでしょ。私じゃダメ。嫌いでいいから。私のものになってくれないなら嫌いでいい。私、たとえくんのためなら両目を針でつけるけど、これでみゆきより私を好きになる？どうしたら木村さんのものになれる？